3人目の出場者は香川県からエントリー高校3年生の喉押さえマン。その名の通り喉を押さえることで変幻自在の声を操ることができる。その神技ともいえる動画が TikTok で話題に。そんな彼が披露するのはドラゴンボール、ルパン三世、ワンピースの声までメドレー。驚異の声までプレイボール。どうも喉押さえマンと申します。今回は喉をいろいろと押さえながらいろんな声真似をやっていきたいと思います。まずはドラゴンボールから孫悟空、フリーザ、ベジータやっていきたいと思います。よし、お久しぶりじゃねえか、フリーザ。お久しぶりですね、孫悟空さん。あなたを殺して差し上げましょうかね。おい、貴様ら、俺様を忘れるなよ。貴様、フリーザごときが、なめるなよ。続きまして、ルパン三世より、ルパン、次元、五右衛門、銭形、この4人をやっていきたいと思います。全部いけるんだ。俺らはルパン三世騎士、気持ちの男を三世の手ものは必ず逃さないぜ。よー、ルパン。俺はどうしていけばいいんだ。ダイヤモンドを取りに行くらしいけど、どうすればいいかわかんんだ。拙者もそう聞いたでござる。待て、ルパン、お前を対応する。続きまして、ワンピースよりワンピースのキャラクターをできる限りやってみたいと思います。できる限り。おい、おめえら、何してあがんだ。三刀流義全然違い。ナミさんを傷つけるやつは俺は許さねえ。ムートンショット。よー、ルフィ、お前にこの帽子を預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。海賊になるな、こいつは。ぜーあっ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 。海賊の新時代が来そうだ。ぜーあっ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 。あんたたち、ハッピーかい。ルーム、シャンプス、あら、タクト、何をしてんだ、麦わらや。いやー、怖いね。どうしたんですかね、ゼファー先生。はい、終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。一言いいですか、はい、ルフィやれへんのかい。これは、はい、何がきっかけで喉を押さえ出したの。最初ちょっと全然似てなくて、はい、それでちょっと自分でもちょっとそれが分かってて、はい、あ、どうしようかなってなった時に喉から声が出てるなって思って、はい、そっから、あ、喉を無理やり押してやればできるんじゃないかっていうことで3年ぐらいみっちり練習して、そしたらできるようになりました。3年みっちり練習したの。はい、3年みっちりもう喉を押さえまくって吐きそうになりながらやりました。一番最初に喉を押さえてできたモノマネ誰なの。喉を押さえて最初にできたものといえばやっぱりバイキンマンとか、はい、そこら辺。やってやって。やって、はぁ、ヒフーケフー、俺様バイキンマンだぞ。すげえ。いや、そら3年やもん、バズるわ。さあ、ゆうたろうさん、いかがでした。いや、なんか最初喉押さえマンってどんなインチキ臭いネーミングだなって喉押さえマンと、いや、ね、見たらなるほどなって思ったので、黒ひげとか大興奮でした、こっち、ね、そうか、鷲見さんもえらい喜んでましたね。いや、もうサンジがすごかったです。サンジ、女の嘘は許すのは男だ。ムートンショット。うわー、すげえ。ムートンショット。俺ら世代は次元できる人なんてなかなかあったことないもん。ごめん、次元やって。オイルファン、これはどういう状況なんだ。小林さんや、次元大好き。どういうチョイスのセリフやん、それ。いや、面白い。